はい、アッパーカット。はい、文太さん。文太さん、オリンピック見てますか？めっちゃ見てました。何見てますか？水泳ですか？いや、もうとにかく柔道見ましたね。柔道ですよね。柔道しか見てませんでした。文太さんも金メダル取りたくなったんじゃないですか？いや、ちょっと触発されたところありますね。一層柔道を頑張ろうと思いましたよね。思いましたよね。ケンタさんも柔道見てましたか？ちょっとだけ見ましたか、はい、ケンタさんもじゃあより一層頑張ろうと思いましたね、練習ね。はい、はい、今日もね、あのインスタグラムのフォロワーさんから質問が来てます。文太さん、はい、三角締めの達人さんから来てますよ。三角締めの達人さんは、柔術で上になって足を絡まれる、かっこ二重絡みって書いてありますね。足を絡まれると、なかなか抜け出せないと。この絡まれた足を取って何とかする方法を教えてくださいってことなんですけ ど、 なるほど。二重絡みきついっすよね、やられるとね。なかなか取れないですよね。時間かかりますよね、ハーフガードになってね。ケンタさん、なんかいい方法ありますか？ケンタさんだったら二重絡みされたら、はい、どういうなんだか脱出方法とかあります？一応そうですね、そんな数はないですけど、はい、はい、逃げ方は、はい、ちょっとじゃあ教えてもらっていいですかね。はいはい、じゃあ私受けますんで、私じゃあ二重絡みしますね、はい、この角度でとりあえず行きましょうかね。はい、はい、私が、二重絡みで健太さんの右足を絡みました。はい、絡みました。逆足の方ですね。はい、はい、こっちが内で、はい、こっちが伸びる、こうですか？そっちですね。こうですか？はい、ごめんなさい、よく考えたらカメラこっちなんで、もうちょっと動いた感じですね、はい、これでちょっと見えるんですね、はい、ごめんなさいね。はい、この状態、はい、二重絡みしました。はい、これで今二重絡みされてると足を伸ばされてなかなかこう外せない状態なので、うん、片足でバタバタしてもなかなか伸ばされると外れないので、今右足を絡まれてるので左足を使っていきます。左足をこのフック、相手にフックされてる足に引っ掛けます。引っ掛けてもうシンプルです、足を外すだけです。これが今張られてるので外れない状況なんですけど、張られててもこの左足を引っ掛けて回せば取れるので、ただこのままにしておくと何回も絡まれてひたすらこの取り合いになってくるので、まず取ったら必ず足を自分の方に引きつけます。そうするとハーフガードはできても二重絡みはできないので、届かないですね、はいはい、この体勢を、届かないですね、はい、ここには絡めないので、この体勢を抜いたらキープするようにします。ここからはあとはハーフ抜きをしていってパスする感じですね、はい、じゃあもう一回、はい、この角度でじゃあもう、はい、もろ見えの状態でいきましょうかね。はい、二重絡みを、そうですね、はい、二重絡みしました。でこの状態で片足で外すのは難しいので、左足で補助していきます。左足を乗っけて右足は回して外すだけですね。これでもう取れるので、取れたら必ず足を引き寄せます。足の裏をついて引き寄せるともう二重絡みはできないので、ここから抜きに行きます。届かないですね、これね。そうですね。じゃあもう一回回転角度ね、はい、別アングルで、はい、僕が二重絡みしました。で伸ばすと片足だと厳しいので左足を使って左足こう引っ掛けます。引っ掛けるとこの張るのが効かなくなるので、右足を回して外していく。でこのままにしとくと何回も絡まれるので、何回も絡まれてしまうので、外したら必ず足を自分の方に立てて引き寄せます。届かないですね、距離的に届かないですね、これね。そうですね。なるほどなるほど。おお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 お。文太さんなんか柔道の時やってた方法とかこれと同じですかね？いや、ちょっとあの方式は違うんですけれど、まあ同じ、まあ、あの二重絡みで解く方法っていうのは今別にありますね。ちょっとじゃあそれやってもらっていいですか？ああ、受けてみますか。はい、ですね、あ、ちょっとこちらよし、じゃあちょっと行きます。よいしょ。ちょっとこう二重絡みしてもいただいて、はい、じゃあ今文太さんの右足を、はい、二重絡みされました。ちょっと後ろから戻りますね。こうすると、まあ、もちろんやばいですね、これ。もちろん柔道でもうギチギチに相手は締め付けてくるので、あのちょっとやそっとじゃ取れません、力ずくでいこうとしても。はい、なのでここは一旦体を返して
乗っかっちゃいます。乗っかると結構安定しますんで、ここからちょっと力技っぽくなってしまうんですけれども、あくまでこう技術の一つですんで、力をちゃんと安定した力で技術を出すためにまず体を安定させます。相手に乗っかります。でそこから普通の人はだいたいこれから逃げようとするときはここぐーっと押して逃げようとするんですけれど、そうするとどんどん足は締まっていく一方で、なおさらどんどん無理です。早い話絶対に無理だと思います。文太さん、はい、僕も今、下の健太さん側の立場だったら、はい、おそらく文太さんの言った通り、はい、文太さんが今右手で押してますよね。そうされたらなおさら力入れてま す, そ, すその通りです。はい、ガーッとやって、相手は力入れる一方、自分は締まる一方で、解決の糸口なんか見つかりません。なので、ここは逆転の発想です。あえて掴んで、あえてこちら側に引っ張ります。文太さん側に引っ張ってるんですね、今ね。引っ張ります。すると、何が起きるかっていうと、相手のこの突っ張る力が弱まって、この足を締め付ける部分に隙間が生まれます。ここですね。ここですね。ここに隙間ができるってことですね。はい。引っ張れば引っ張るほど隙間が生まれます。はい。でさらに浮かせば相手の張る力ってのはゼロになります。あとはスルッと抜けます。あとはそうしましたら掴んで元の位置に戻って足を抜くだけとなっております。なるほど。健太さん、ちなみに今どうでしたか、感想は。いや、引っ張られると本当に突っ張る力が全然入らないですね。はい、これやられるときついですか、二重絡みするの。ね、抜けちゃいますね。はい、まあ、原理といたしましては、まあ、釣って相手を無力化するっていう仕組みを利用しています。まあ、いわゆる柔術でもよくあるそのパスガードですね。このパスガードでどんなにグーって押し込んでも、うん、早い話もう腕と力じゃ早い話も全然力の差がありますんで、腕と足じゃね、無理です。はい、ただ逆転の発想で引っ張ります。突っ張って引っ張って、そうすればもう力足で伸ばそうとする力を無効化できます、どんなにやろうとしても。まあ、それでまあパッと立ってパスガードするっていう流れなんですけれど、それと同じ発想です。力と力で戦わないってことですよね、じゃあね。はい。ムーさん、じゃあもう一回やってもらっていいですかね。こっちの角度から撮らせてもらいますんでね。こっちにしようかな。こっちがいいな。はい、お願いします。こうされて、動けなくなったとき、動けば動くほど食い込んで厳しいことになります。なので、一旦ここで寝転んで、体勢を整えます。で普通は押すところなんですけれども、あえて掴んで引っ張ります。引っ張ってぐいぐい引っ張ると、これ相手の足が浮くぐらいですよね。そうすると相手がだんだん浮いてきます。するともう突っ張る足の力も弱くなって、簡単にスルッと抜くことができます。健太さん、どうですか、力やっぱ入んないですか。入らないですね。あ、粘っても厳しそうですか。そうですね。でぐっと入っていくとどんどん力が抜けてくるんで、これスルッと抜きまして元に戻します。あとはもう足を抜いて押さえ込むなり何なり料理することになります。なるほど。横四方サイドポジションを完璧に取れなくても、はい、まあ二重絡みされないぐらいのハーフガードには持っていけるわけですよね。そうですね。さっき健太さんが言われたように、うん、まず二重絡みから脱出するために、さっきみたいに脱しましたらすぐ足を縮めて、うんうん、同じように二重サイドの二重絡みを防ぐハーフガードまで持っていくっていう手段も有効だと思います。文太さんがその右足伸ばしてるとまた深く絡まれますもんね。そういうことです。そのなんていうんですかね、膝をこう立てて、はい、膝を曲げてもう深く持ってかれ、太ももよ、膝より上絡まれるとがっちりやられますからね。そうですね。相手にそれで絡みにくくするわけですよね、太ももとか、はい、太ももから膝の間ね、膝が抜ければ大体抜けますからね。はい、わかりました。文太さん、健太さんのもですけど、僕も二重絡みやる方の時も結構力づくでやってたし、取る時も結構力づくでやってたんですけど、なるほどね。これどっちも使えそうですね、本当にね。これ三角締めの達人さんにもこれぜひともやってほしいですね。やってほしいですね。はい、健太さん、文太さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ヨガファイヤー、キックボクシング楽しい、格闘技楽しい、格闘技やると俺みたいにモテるよ。